奥安方、奥安方、奥安方、高下三年十一月十九日、1847年1月5日、昭和五年、1930年7月19日は、明治の陸軍軍人。官位は、元帥陸軍大将十一位大君以降一級伯爵。武前、現在の福岡県小倉藩小笠原家家臣の奥、リエモンほのりの長男として、 小ら、現在の北九州市に生まれる。陽名ため次郎。十五歳の時本家、奥安義の養子となり、家督を継ぎ、馬回り、治療三百国となって七郎左衛門と改名。古障、物頭を務める。幕末は、幕府側に立つしかに従い、長州政党に参加。明治二年、百六十九年一月に、足軽隊長となり、翌月、 東京に留学。明治4年、1871年5月、常備4番小隊長に就任。同年6月、陸軍に入営し、再開位賃2番大隊小隊長に着任。同年11月、陸軍大意心得となり、賃税賃代、後の熊本賃代に所属。明治5年、1872年4月、陸軍大意に昇進し、 鹿児島文衛所に配属。明治6年、1873年8月、熊本鎮大中隊長に移動し、佐賀の乱に出生し戦勝を受けた。明治7年、1874年6月、陸軍少佐に進級し、不評第11大隊長に就任。同年8月、台湾出兵に従軍。明治8年、1875年2月、 不評第十三連帯大隊長となり上風連の乱の平定に参加。明治10年1877年2月、西南戦争に出征し、2月21日からの熊本城老城戦に参加。4月8日未明、不評一個大隊を率いて、薩摩軍の包囲を突破し、薩摩軍の後方に上陸した政府軍、小西軍との連に成功した。 この際、敵団が口から方にかけて貫通したが、左手で傷口を抑え右手で軍刀を持ってひるまず、指揮した。4月20日、熊本鎮大不評第14連隊長心得となる。明治11年、1878年11月、陸軍中佐に進級し不評第14連隊長に就任。不評第10連隊長に移動し、明治15年。 1882年2月、陸軍大佐に昇進。この F 表、第2連隊長を経て、明治18年、1885年5月、陸軍少将に進級し、不評第7旅団長に着任。この F 表第1旅団長、東宮部官長。この F 表、第2旅団長を歴任。明治27年、1894年2月から9月まで、欧州に出張。 明治27年、1894年11月、のつみちつらの公認として、第五師団長となり、翌月、日清戦争に出生。明治28年、1895年8月、軍港により、男爵を除爵し家族となる。明治29年、1896年10月14日に、第一師団長、明治30年。 1897年10月27日に、この石団長に発令。その後、東京防御総督、東部都督を歴任。明治35年、1902年10月、インドに出張し、翌年3月に帰国。明治36年、1903年11月、陸軍大将に進級。明治37年、1904年1月、 軍事参議官に就任したが、同年3月、日露戦争開戦に伴い、第二軍司令官として出生、戦歴は後述。明治39年、1906年1月、軍事参議官となり、同年7月、小玉玄太郎の救世を受け陸軍参謀総長に就任。明治40年、1907年9月、白爵に助せられ、明治44年、 1911年10月、元水府にレッセラル。明治45年、1912年2月、議定官に就任。昭和5年、1930年7月19日、脳出血により公挙。去年85、数え。第2軍は、第1師団、第3師団、第4師団、騎兵第1旅団で編成され、両島半島における拠点として、 大連を確保することを目的とした。5月5日から13日にかけて、両島半島に上陸し、5月26日午前5時から、ロシア軍の陣地である南山への攻撃を開始した。第2軍は、ロシア軍の堅固な防塁と、機関銃の制射により大苦戦となったが、奥は、攻撃を断念せず荒れに攻めた。午後5時になり、海軍の砲艦による、 艦砲射撃も加えた突撃を行い、午後8時にようやく南山を占領した。この時の死傷者は4387名に上り、損害数を聞いた東京の大本営はゼロが一つ多すぎるのではないかと耳を疑ったという。この戦いにより南山の多くとしてさらに有名を馳せることになった。大連占領後、旅順攻撃を行う第三軍へ第一師団が移り、 編成外により、第3師団、第4師団、第5師団、野戦砲兵第1旅団、騎兵第1旅団を指揮下とし、第2軍は、療用を目指して北上した。6月14日、旅順援護のため南下してきたロシア軍4万と療用、南方 210km にある、特利寺で激突した。2日間にわたる戦闘で、第2軍は、側面攻撃を有効に用いて自軍より、 兵力の大きいロシア軍撃退した。これにより、旅順要塞の孤立が決定的になった。特理寺での勝利後、新たに第六師団を指揮下に加え、外兵、大石橋での戦闘に勝利した。その後第五師団が第四軍指揮下となって去ったが、8月4日までに両用を伺う位置まで前進した。24日の第一軍に続き、第二軍は、 第四軍と共に25日に作戦行動を開始した。安山艦は抵抗なく占領でき、続いて攻めかかった主残保は頑強な抵抗に遭遇し、死残結和の散列な戦闘となった。後に、陸軍の軍神第一号となった第三師団不評、第34連隊第一大隊長の立花の修太少佐が戦死したのも、この主残保であった。 31日朝に一度占領するも奪還され、第二軍は崩壊の危機に面したが、9月1日の第一軍によるロシア軍最翼への側面攻撃に動揺したロシア軍を追撃し、四日朝までに両用一体を占領することができた。10月2日、日本軍の補給欠乏を見越したロシア軍が反転攻勢に出た。迎え撃つ日本軍は、 右翼第一軍を軸とした旋回包囲作戦を開始し、左翼の第二軍は東海よりか前前進した。特に十三日から十四日にかけて、佐賀佐賀日体において、野州に次ぐ野州という猛烈な攻撃をかけた。この攻撃により、ロシア軍首脳部は大きな誤解をした。日本軍には豊富な予備隊があるに違いないと判断したのである。さらに十七日まで攻撃を続行すると、 ロシア軍は退却を開始した。しかし、戦力の限界にあった第二軍に追撃する余力はなかった。1月25日、日本軍最最翼を守備していた第二軍所属の秋山死体8戦、秋山吉古少将式、騎兵第一旅団を中核とした歩み、砲、公平混成部隊に、ロシア軍10万が攻撃を開始した。秋山死体は、右翼から両とたむろ、 関山台、仁丹法、国交台の四陣地を軸として、頑強に抵抗し、満州軍総司令部は、予備隊の第八師団を援軍として急破したが、第八師団司令部の敵上古団により、国交台陣地の放棄を強制され、しかも、第八師団自体も二十六日に逆襲包囲、されるという事態に陥った。第二軍は、ナビキカの第三師団を派遣したが、 満州軍総司令部の兵力蓄字投入、急遽臨時軍、臨時立身軍、第八師団長、辰見直文中将が臨時司令官編成という愚作に踊らされ、速やかな作戦行動ができなくなった。ようやく二十八日に至り、第三師団と第五師団が秋山主体右翼陣地のロシア軍を撃退した。国交大陣地も第八師団及び、 第5師団によるダイ野州を決行し、ロシア軍は改装した。2月22日に暴力行軍による行動開始に始まり、第2軍は第3、第4、第6、第8師団、秋山師隊及び3個交尾旅団を指揮下に置き、日本軍中央左翼を担当して2月27日から砲撃を開始、3月7日まで攻撃を続行したが、 ロシア軍の抵抗は激しく前進がままならなかった。ところが7日深夜になり、突如、ロシア軍が退却を始めた。日本軍に包囲されると勘違いしたロシア軍首脳部が、中央の部隊に退却命令を出したのである。8日から猛烈に追撃戦を行い、10日に、第2軍は第4軍と共に、交点を占領した。しかし、それ以上の攻撃余力がなく、 この回戦が事実上日露戦争最後の陸戦となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。